皆さんこんにちは、平野真奈美です。今日はですね、最近ちょこちょこいただく、メッセージというか DM というかコメントがあるんですけど、なんか結構共通している内容が多くて、その内容っていうのは、いつも元気をもらっています、私も真奈美さんみたいに元気に明るく生きられるように頑張りますっていうような内容の、コメントなどをいただくことが結構あるんですよ。で、そこに、返信している内容は、こんな今見ているこんな私でも、落ち込むことも結構あったし、辛い思いとかも正直たくさんしてきました、がんに関してね。で、今でもたまにへこむこととかもあるし、それは年々減ってきてはいるんだけど、そういう経験も未だにしていると。はい。だし、あとは検査の前、特に内診はそこまで思ってはないけど、CT の前の日、CT の検査の結果を聞く前の日とかは、若干不安っていうのはやっぱり残っています。と、あと再発も、いつかしてしまうんじゃないかっていう不安は全く持ってないっていうわけではない。はい。っていうのがあるので、私も皆さんと同じような感覚で生きていますよっていう風なのを伝えさせてもらっています。ただ、そこだけにフォーカスしているわけではなく、私の中ではこの喜怒哀楽ってすごく大事なことだなと思っていて、やっぱりこう笑える日とか楽しい日っていうのはすごく大事なことでもあるんですけど、泣いたりとか、感情を出して怒ったり、怒るのがね、いいか悪いかちょっと分かんないけど、イライラしたり、そういう感情っていうのもすごく大事だと思うんですよね。で、それを我慢して、結局自分が辛くなるのであれば、そういう感情も吐き出した方がいいと思うんですよ。で、その吐き出す方法っていうのも、人それぞれだとは思うんですが、私は当時よく泣いていました。泣くってすごく、ストレス発散になるみたいなんですよ。なんで、泣くっていうのも本当に大事だし、こんなね、今元気に見えている私でさえそういうことも経験してるし、今でもそんなこともあったりしますし、はい。なので、頑張らなくてもいいよっていうふうには伝えたいなと思って、今日この動画を、撮ろうかなと思いました。で、本当に結構多いんですよ。頑張りますみたいな、まなみさんみたいになりたいですみたいなのを言ってくださる方がいるので、すごく嬉しいなって思う反面、心配になっちゃうなっていうところもあって、やっぱりね、我慢しすぎっていうのは良くないし、ストレス発散ってどうやってやればいいんだろうって思ったりもすると思うんだけど、私もそうなんだけど、こういうふうにね、誰かに聞いてもらうっていうのもすごくありかなと思ってます。で、この誰かに聞いてもらうっていうのも、同じがん患者とかだとすごく気持ちはわかるんだけど、話しても結局理解してもらえなかったり、そういうのってやっぱりこう身内でも本当に親しい友達でもあると思うんですよね。同じ状況じゃない人なので、それはそれでも仕方ないと思っているんだけど、やっぱりどこかでこう発散というか悩みを聞いてもらわないと辛くなっちゃうっていうこともあると思うんで、やっぱりこういう時に私は何度も言ってますけど、もう今の時代はこう SNS とかを使ってね、話を聞いてもらうっていうのはすごく大事なことなんじゃないかなと感じています。特に最近はね、月曜日にやっているライブ配信が結構定着はしてきているんですけど、その中でもこう顔もね、皆さんわからないし、名前も本名じゃなく、いろいろ皆さんチャットコメント書いてくださるんですが、それだけでも結構安心したりとか、で、自分がこう抱えてる悩みをこう書いてね、読んで、
私もそうですみたいな共感してくれる人がいると結構安心したりとかもするんですよ。でこれを例えば、まあ患者会とか直接会ってる人とかに言うのもありだし、でもそういう場がね今コロナであんまりないし、直接会いに行くっていうのもなんか恥ずかしかったり勇気が行ったりとかすると、まあ、なかなかそういう機会をね遠ざけるというか、逃してしまったりとかもするんで、まあ、顔出しせずに名前も出さずに発信というか、まあ、気持ちをなんかこうぶつけられる場所があるといいのかなと思ってます。で今 YouTube 見てくださっているので皆さんは、まあ、ある程度ね、こう SNS とかを使える方たちだとは思っているので、まあ、そういうのを使ったりとかしてね発散できればいいなと思っています。ただ一つ言っておきたいのは、なんか同じこう悩みでも治療法が違ったりとか、まあ、人によって全く違うので、医療のことに関してはやっぱり主治医とか、まあ、専門の先生にちゃんと聞いてください。そこだけは、はい、私たちじゃ何もできないので、そこはねちゃんとねお医者さんに行ってほしいんですけれども、そうじゃない面で、まあ、私自身も皆さんと同じような感覚で生きていますよと、はい、そういうふうに言いたいなと思っています。なので皆さん頑張りすぎず、まあ、自分の思っていることも誰かに聞いてもらえるとかね、そういう環境を作って、まあ、これからの人生楽しく生きていけたらいいなと、思います。はい、でやっぱり、まあ、最初にも言いましたけど、その悲しみとか辛さっていうのも、まあ、吐き出しつつなんですが、まあ、そこだけにこうフォーカスしないで、それ以外の時はもう笑えるような楽しめるような生活をしていけるとすごくいいんじゃないかなと思っています。私もなかなか説明が上手じゃないので伝わるかわからないんですけど、まあ、例えば治療をしている時に、まあこう具合が悪くて辛かったりとか、そういうのはあると思いますし、私もそうでした。でもその治療が終わった後少し回復してくる時期とかにいかに人生楽しめるか、そこでいかにワクワクを探しに行けるかっていうのはすごく大事だと思っています。やっぱりそういうのがないと、ね、また辛い治療を頑張れたりとかもしないと思うので、そのメリハリっていうのは本当に大事にしてほしいなと思います。だから何もない時に、ずっとどうしようどうしようどうしようって思うのではなく、まあ、その間何か違うことができたらそれはそれでいいなと思いますし、まあ、何かきっかけをね作ってチャレンジできたりとか、まあ、いろいろねやりたいことっていっぱいあると思うんですよ。まあ、それはでもお金の面だったり体調の面でできないっていうこともあると思うんですが、もう目の前のできることでなんか楽しめることを見つけてね、少しでも楽に頭の中が楽に過ごせたらいいんじゃないかなって思います。で、私の頭の中はなんかこうグラフみたいになってて、悲しい 100% をまあ円グラフにするとなんかこう青い部分、もうなんか色で表すと青い部分とピンクの部分があって、ピンクは楽しいとかハッピーな時で、青がまあ、悲しい時辛い時なんですけど、その青をねこう罹患したばっかりの時は 90% くらい占めてたんだけど、それをねだんだん減らす作業っていうのを頭の中でしてて、まあ、無意識にね。でそのもうそのブルー一色でもいいんだけど、それをだんだんピンクに染めていくっていうことを今もしています。で怒り浸透みたいな、そういう時もだんだんちょっとこう違う、まあ、こうブラックな円をだんだんこう浄化していくみたいな、なんかそういう風な意識で、まあ、この怒りが収まったら違うことしようみたいな。でもその黒とか青っていう時期もすごく大切なので、そこはそこで全力で生きてはいるんですけど、はい、
なので、まあ、全て後悔しない人生っていうのを意識しています。はい、なんか上手に話せないから難しいんですけど、私の頭の中はそんな感覚で生きています。はい、なので、まあ、もちろんね、元気なところがあのメインで載っていますけれども、 YouTube とかブログでは、まあ、そうじゃない時間もあるし、まあただね、元気に過ごしているっていうのも本当に事実だし、今人生本当に楽しく、生活できているので、まあ、そこは皆さんにお伝えできたらいいなと思っています。で、まあ、がんでも元気な人もいるよっていうところをどんどん伝えていきたいなと思っています。今日の動画が少しでもいいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。